久留米市美術館は時、人、美を結ぶ美術館というビジョンを掲げ、久留米市の文化芸術の拠点として人々に親しまれています。前身はブリヂストンの創業者石橋正二郎氏が創設した石橋美術館。開園60周年の2016年を機に運営が久留米市に引き継がれ、久留米市美術館として再スタートしました。今回は9月から開催される九州洋画2大地の力を紹介します。これは久留米の美術館は昔から、九州を中心に洋画を調査、収集、研究、そして展示してくるという伝統がありまして、それを久留米市美術館も続けていくという私たちの、気持ちの表れということでした。5年経った今回、また同じ九州洋画というタイトルなんですけれども、今回はでは九州の洋画とは何かということを改めて考えてみようという展覧会で、そして九州の洋画は何かと考えたときに、大地の持つエネルギー、そして例えば久留米がすりのような深い黒の色や生活実感のような手触り感、そういうものをヒントにして改めて九州の洋画を考えてみようということで、大地の力というサブタイトルをつけました。まず明治から21世紀の最近の作品まで、長いスパンで見ていく中で九州の洋画で受け継がれているものを見ていこうということなんですけれども、その中には例えばもうこちらの方から遠くの美術館に収蔵されてしまった作品があります。例えば大分の片田徳郎という人の作品霹靂というのは、定点の第1回展で大変注目を浴びた大胆な風神雷神にみたいな馬なんですけれども、それが展示されるのは大迫力ですので、ぜひご覧いただきたいと思います。また久留米の出身の坂本半次郎の作品は3点出すんですけれども、それぞれ、文展から二科展に移る直前、留学をする直前、そして絶筆という新たな旅立ちの直前の集大成的な作品が3点展示されます。ぜひご覧いただきたいと思います。また佐賀の池田学という作家、非常に今人気のある作家ですけれども、この人が再生という作品に込めた思いみたいなもの、細部描写とともにぜひ近くでご覧いただければと思っております。最近です。でも美術館が開いていて作品をご覧いただくことができます。で、展覧会を見て、そしてまた明日に向かって歩き出す、そういうような力になればいいなというふうに思っています。ぜひ足を運んでください。お待ちしております。